ヨシキの母親を助けるため、伝説の薬草を探す旅に出た冬香とヨシキは町外れの荒野を歩いていた。ねえ、まだつかないの？っていうか、これ一体どこに向かってんだよ。黙らっしゃい。あんたが勝手についてきたんでしょ。黙らっしゃい。どこだろう、ここ。知らねえのかよ。見たことのない景色ね。迷ったわけじゃないよね。おったまげ。おったまげ。さっきから言葉のチョイスが古いんだけど、前作とのキャラ変が急すぎてついてけねえわ。戻ろっか。いや、ちょっと、薬草探しはどうすんだよ。薬草なんてナレーターが勝手に言ってるだけで、私には知ったことじゃないわよ。滑稽ですこと。誰君？あなた、ナイトレーサー冬香ね。あんたは誰よ。一つだけ教えてあげる。災いが訪れるわ。災い？あっちを見なさい。何もないじゃないか。あ、いない。やべ、アマンテがない。マジかよ。あんにゃろ。おったまげー。見失ったわね。どこ行きやがったんだあいつ。しても、何なんだここは。君たちが探しているのはこれかね。おい、返せ。もう待て待て、これはお前たちがレースに勝ったら返してやる。それはもともといいわ。レース受けて立つわ。嘘、乗っちゃうの？こんなわけわかんないやつの話乗っちゃう。ナイトレーサーの本能よ。にしてもマシンどうすんだよ。あんたのダサいのかしなさい。ダサくねえし。ふふふ、俺はこのアバンテを使わせてもらおう。もし君たちが負ければそのマシンから部品を頂戴する。俺のマシンでアバンテと戦おうだなんてやめといた方がいい。大丈夫よ。なんたって私は伝説のレーサーなんだから。自分で言っちゃうんだそれ。準備はいいかな。かかってきなさい。ナイトレーサーの実力を見せてもらおう。やっぱりアバンテ早いな。危ない、ぶつかる。すげえ、棒使ってカーブさせやがった。あちゃ、ダメない。ゴールしてる。伝説のナイトレーサーもこの程度とはな。こんなレース最初から不公平だ。何言ってんのよ。あんたのポンコツマシーンのせいでしょ。いやいや、全然コーナー曲がりきれてなかったから。約束通りパーツをいただこうか。好きなの選びなさい。すっげー、どこに隠し持ってたんだよ。さて、ポンコツマシンでも改造しますか。改造ってまさか。当たり前じゃない。本当のレースはここからよ。さあ次はこのスペシャルコースで勝負だ。次こそは勝ってくれ。出遅れたか。ダメだ、間に合わない。すげえ、ローラー
慌ててカーブさせやがった。ダメだ、離されていく。このままじゃ追いつけない。おいおい、どこ行くんだよ。こっちはゴールじゃない。アバンテがゴール直前だ。ショートカットか。何？行けー。ゴール。これが負けるなんて。何やってんのよ、お兄ちゃん。スーパーバンテが欲しいって言ったじゃない。妹よ、すまない。大切な人のためにリーガルなレースをする必要があるのか、胸の奥のモーターの音をよく聞いてみなさい。さあ、どっちに行こうかな。ていうか、どっちから来たんだっけ。まあ、どっちでもいっか。マジかよ、おったまげ。こうして、二人の旅は続くのであった。